宇都吹城は、鳥取県倉吉市中の,の町の宇都吹山に存在した、日本の城。室町時代に、宝紀国の守護、山梨により守護所とされた。宇都吹城のある、宇都吹山越中丸から望む、旧城下町南北町時代の塩分年間、または、大安三年に、宝紀の守護、山名時氏の着難である三名市議が築城したと伝えられ、田内城から守護所を移した。 城下には、商工業者が集められ、地が開かれるなどして、活況を呈したという。以後、戦国時代まで、山梨による守護所として続く。大英四年、出雲国天子常久による、大英の五月崩れで、山梨は没落したとされる。ただ、近年の研究では、大英の五月崩れの存在自体が疑問視され、否定されている。加えて、山梨の没落は、 この時期ではなく、天文年間ではないかと推定されている。少なくとも、当時の一時資料には、天文年間の半ばまで、山梨の存在が確認されている。永六五年夏には、南条宗勝が給料を回復し、宇つ吹城を管轄下に置く。天正年間には、毛利氏が入り、南条氏攻めの拠点となった。天正13年の橋場秀吉と毛利氏の和睦の、あとは、 再び、羽衣岩騎手、南条元継の支配下に入る。南条元継は、一族の南条備前神、小鴨元清、重臣の山田腰中守を置いて、宇つぶ城の守備に当たらせた。また、宇つぶ城の近世城郭化が図られ、本格的な城下町が形成され始め、町の名が倉吉と呼ばれるようになったのも、この頃と考えられる。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、 南条元忠は西軍に属して敗北。戦後改役され、法規国は中村はじめ忠が支配するところとなった。中村はじめ忠は、与那御城を居城とし、宇都ぶ城には、城番として中村伊豆守を置いた。慶長十四年、中村はじめ忠は、無つぐ城風となり、宇都ぶ城は、江戸幕府の直轄支配地となった。 慶長19年には、安保王国の里見忠義が、倉吉3万国を与えられるが、実質的には4000国しか与えられず、里見忠義が、うつぶき城に入ることはなかった。元奈元年の元奈一国一条例で、うつぶき城は、廃城となり、破却を受ける。元奈3年に、池田三政が、元白32万5千国の領主として、鳥取城に入った。その際、 鳥取城とその城下町があまりにも手狭であるとして新城の建設が検討された。宇つ武城も新城候補地に上がったが、両国の中央なれど山奥にて国主鎮座の地にあらずとして取り上げられなかった。池田三政は重臣、意気正し手を倉吉に置いて支配させた。寛永9年に池田三中が池田三政と変わって鳥取城に入った。 倉吉は荒尾市による自分主政治の地となり、宇都吹山麓に陣屋が置かれて、明治維新まで続いた。越中丸山頂部と中原に来る跡が残る。また山麓には南城備前神の館跡が残る。現在残る遺構は南城市による改修のものと考えられる。本丸は6つの車からなる。本丸北宮の倉吉市街地を望む場所には天守台も残り、 天使も存在していたと考えられる。また本丸には、慶長初期のものと考えられる石垣、マス型も残っている。本丸から西方に伸びる尾根には、本丸から少し下って、備前丸、さらに下った中原、古刹長谷寺,寺の西隣に越中丸がある。備前丸と越中丸を中心に、尾根状に大小の作平地が連なる。西方重視の構造で、 西側からの甘腰の脅威を示している。城の大手は北側で、山麓に南城備前神の館跡が残る。江戸時代の倉吉神社は、さらに下った、現在の倉吉市立重則小学校の地にあった。現在陸上競技場となっている場所には、太平と呼ばれる小山があった。ここには山麓を防御する施設があったと考えられる。白壁土造群のあるうつぶき玉川は、 外堀と伝えられている。ありがとうございます。